ね、そんな小学生を、ね、見守るということでね、スペースガード協会の、ね、高橋議長の話を伺いましたけれども、実は日本はその小惑星の研究に熱心なんです。日本スペースガード協会のみならず、2010年6月に地球に戻ったと言いますと、皆さんピンとくる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はやぶさ探査機のことは皆さんもご存知ですよね。今それに続くはやぶさ2の計画がスタートしたということなんです。ではやぶさ2は海老名市のお隣の相模原市にあります宇宙科学研究所を中心に開発が進められているんです。さあということで、次ははやぶさ2のプロジェクトマネージャーである JAXA 宇宙科学研究所准教授吉川誠先生にはやぶさ2のことについてたっぷりお話をしていただきたいと思います。先生、準備の方はよろしいでしょうか。それではお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました JAXA の吉川と言います。今日はですね、本当は金環日食の、フェスティバルのはずなんですが、全然関係ないはやぶさ2の話ということで、これは先ほどお話しされた高橋理事長からですね、はやぶさ2の話でいいからしろということでしていたんですが、どう考えても日食となかなか結びつかなくて、とりあえず日食とは関係ない話なんですが、させていただきます。この後今度比叡先生からですね、また太陽の話ということで、私の話だけがですねちょっと日食と関係ないんですが、20分ほどですね話したいと思います。はやぶさ2ですね、いよいよスタートをすることになったんですが、先ほど高橋理事長の方はもう、スペースガード協会ですけれど、さらにはもともと太陽のですねご専門だというわけで、私自身は全然太陽の方はですね専門じゃないんですけれども、実は日食は割と好きでして、ここにちょっと私が行った日食の写真を並べてみたんですが、2001年のですねマダガスカルに始まってですね、であとこのパナマですね、これは金環日食を見てきました。でその後、これ中国新疆とか、これ上海のそばなんですが、この2つはですねこのように雲に覆われてしまって、なかなか綺麗な日食がですね、このマダガスカルは良かったんですけどね、見えてないということで、またぜひ見たいですし、今回のですね金環日食も非常に楽しみにしています。本当に天気がですね良くなればいいなと思っています。でこの、日食はですね、先ほどの高橋さんのお話のように、太陽と月という非常に大きな天体ですね、に関係してるんですが、私の方の話はですね、この糸川ですね、これははやぶさが行った天体、小惑星ですけれども、これは非常に小さいです。500メートルぐらいしかないんですね。はるかに月よりも小さい天体なんですが、ここに探査機が行って、戻ってきた。その戻ってきた時の写真がこちらですね。これは長野高専の大西先生の撮影で、私の好きな写真の1枚なんですけれども、これは2010年の6月ですね。もうもう少しで2年経っちゃうんですね。早いですね。はやぶさが戻ってきたのも2年なんですが、これはオーストラリアの夜空にこちらから飛んできてですね、はやぶさ本体が燃え尽きていくと。よく見ると下にもう1本線があってですね、これはカプセルなんですね。カプセルは最後まで飛んできてですね、最終的には地面に落ちてきて、でちゃんと回収されたというわけで、その回収されたカプセルから、カプセルを開けてみると見た目空っぽだったんですけれど、よくよく見ると小さな粒がたくさん入っていて、その粒をですね、分析したと。でそのもう最初の分析は終わってまして、これですね、これはサイエンスというアメリカの雑誌の表紙も飾ったんですが、その粒を見るとですね、糸川という小惑星の過去が分かる、どうやって生まれたか分かるということで、糸川そのものは今は 500m という小さな小惑星なんですけれど、もともとはですね、直径 10km 以上のですね天体として今から46億年前に生まれたと。その後、熱変性、熱によってですね成分が少し変質して、でさらにその後ですね、多分小惑星同士がぶつかったんですね。でバラバラに砕けた破片が集まってきてできたんだろう。こんなことがですね発見された小さな粒で、この写真はですね、長さがだいたい 0.1 ミリしかないんですね。そんな小さな粒から、分かってきた。でこれからはですね、さらにこの小さな粒を全世界の研究者に今分配する作業をしていて、さらにですね今年は新たな分析ができるんじゃないかな、今思っているところですね。で、はやぶさの方、いろんな技術をに挑戦したんですけれど、ここで一つだけ日食に近い話があってですね、このゴーという現象ですね。これは太陽です。地球から見てですね、はやぶさが太陽方向に行ってしまう現象ですね。これ見かけ上なんですけどね、はやぶさと太陽は近くないんですが、見かけ上、太陽方向に行ってしまうと、これははやぶさとの通信ができなくなります。実はこれ非常に大変で、通信が途絶えちゃうとですね、何が起こるかわからないということで、我々としてはですね、このようにはやぶさが太陽と重なってしまうような現象が起こると非常に神経を使うんですね。まあ、せいぜいこの話しかですね、太陽とはやぶさって関係ないんですけどね。はい、まあ、この話をすると長くなるので、今日はですね、はやぶさ2の方について、重点的にですね、お話していきたいと思いますが、はやぶさ2です。で、はやぶさ2の方は、科学的な目的は、キャッチフレーズで言うと、我々はどこから来たのですかということなんですね。今から46億年前にですね、宇宙空間にあったガスが、集まってきてですね、どんどん収縮をして縮んでいってですね、真ん中に太陽ができて、周りの円盤から惑星が生まれた。で、その惑星の一つ、地球でですね、生命が発生したわけですが、そうするとですね、その生命を作っている、我々の体を作っている物質、有機物ですね、その物質の大元はですね、このもともと宇宙空間にあったガスの中にあったはずなんですね。そういったものを探しに行く、これがはやぶさ2の大きなテーマです。要するに、まだ地球が生まれる前の宇宙空間にあった物質から地球が生まれて生命が生まれた。ですから、その大元のですね、生命が生まれる前の、物質を探そう。これがはやぶさ2の大きなテーマで、実は糸川ですね、糸川ははやぶさが行って、表面のものを取ってきたんですが、糸川という小惑星は有機物は少ないですね。岩石が主成分で、今回はやぶさ2が狙う小惑星 C 型小惑星っていうんですが、ここは有機物がたくさんあるはずだというので、そこに行けばですね、生命の元になった物質が分かるんじゃないか。これが大きなテーマです。あと技術的にはですね、世界をリードしたいっていうことなんですが、はやぶさというのは本当にですね、いろんなことに挑戦しました。で、うまくいったこともあるんですが、かなりですね、トラブルもあったと。だからそのトラブルが幸運で運が良くてですね、そのトラブルを乗り越えて戻ってきたのでよかったんですが、で映画にもなったわけですけれど、やっぱり技術としてはですね、そういうトラブルを起こしちゃいけないわけですね。ですからはやぶさ2はですね、はやぶさで築いた技術をより確実なものにすると、それがテーマになっています。で、ただそれだけじゃなくて新しい挑戦をしようということで、ここに非破壊から破壊へと書いてあるんですが、小惑星の表面でですね、小さなクレーターを作る、表面をちょっとだけ壊してですね、クレーターを作るようなことも挑戦しようと今考えています。で、最後に探査なんですが、探査というのは人類のですね、活動の領域を広げたいわけで、将来的にはですね、太陽系の中を自由自在に飛び回りたいわけですね。これは当然有人、人が飛び回れると嬉しいんですけれど、有人だけじゃなくて無人でもいいです。とにかく自由自在にですね、太陽系の中を飛び回れるような状況を作りたい。その一つのステップがですね、はやぶさ2であるということですね。で、さらにはスペースガード、これは地球にぶつかってくる天体をはやぶさ2も、観測するわけですね。地球に接近する天体です。を観測するので、スペースガードとしても情報が役に立つし、小惑星の中には資源が、最近アメリカの会社がですね、小惑星を捕まえてこようなことを言ってますね。そこに資源があって、それを利用しよう、そんなアイデアもあるんですが、そういったことにもつながっていくということで、さらに小惑星そのものにですね、人が行ったらどうか、有人ミッションのですね、ターゲットとしても考えられてますので、こういったいろんな意味合いがあってですね、単に科学だけじゃなくて、その他のいろんなメリット、それを生かしていこう。これがはやぶさ2のですね、目的になっています。で、現在の提案なんですが、打ち上げが2014年です。で、小惑星到着2018年6月ということで、まずは小惑星に到着したらですね、小惑星を観測をする。で、さらにははやぶさ2は小さな着陸機をですね、たくさん持ってます。はやぶさはミネルヴァという小さな着陸機を持ってたんですが、残念ながら糸川の表面にですね、下ろすことできなかったんですね。で、はやぶさ2の方はですね、そのミネルヴァも持ってますし、さらにはドイツが、小さな着陸機ですね、ランダーを提供するということで、ドイツのランダーも一緒にですね、乗せていって着陸させよう、それを狙ってます。でさらには当然表面にタッチダウンしてですね、物質を取るということですね。でここまでははやぶさと似たようなことなんですね。ただし確実に、行うということなんですが、その後ですね、新しいミッション、これは表面にクレーターを作るというミッションを行って、 できればそのクレーターから物質を取ってですね、戻ってこよう、それを試みたいなと思ってます。で、2019年の12月に小惑星から出発をしてですね、で2020年12月に地球に戻ってくるというわけで、まだまだ先が長いですね。でこの後、物質のですね、分析が始まるということで、やはり行って帰ってくる太陽系天体往復探査というのは時間がかかってしまうということになります。でこのことをですね、もうちょっと短い分かりやすいビデオでお見せしますと、まずこの、天体ですね、 1999JU3 という小惑星なんですが、そこに行ってですね、表面を観測をして、でその後、これターゲットマーカーという小さなボールみたいなものをですね、これ目印ですねを下ろして、それを目印にしながら上空からですね、探査機が降りていく、これははやぶさでやったことと同じですね。はやぶさ、ただはやぶさちょっと失敗した点があったので、これを確実に行ってですね、まず表面の物質を取るということをやります。でそれでその後ですね、先ほど言いました新しい試みということで、今出てきますが、これですね、ここに小さな箱があります。これを切り離します。これは衝突装置というんですね。これですね。でこれがゆっくりと降りていって、これが降りていく間にですね、はやぶさ2本体は急いで移動するわけですね。これは急いで逃げます。どこに逃げるかというと、この小惑星の影に移動するんですね。ここに衝突装置、切り離されたものがあってですね、そこから見えないところに移動します。今ここに見えてますけれども、すぐに見えなくなりますね。で見えなくなった時にですね、この衝突装置が上空で爆発をするということなんです。これですね、爆発します。でズドンと大きな弾が一発飛んでいってですね、これ上空でバラバラになってしまうので、はやぶさ2は一旦逃げるんですが、ここにですね、小さなクレーターができます。せいぜい直径5メートルぐらいですね。本当に小さいです。小さな穴を掘ったってことですね。でその穴にですね、着陸をしたいな、またターゲットマーカーを利用してですね、この小さな穴、ここにうまく着陸できるかどうか、これは非常に厳しいですね。これは挑戦なんですが、着陸をして、そこの物質を取りたいということですね。これは新たな挑戦で、まだこういうやり方でですね、クレーターを作ることは世界のどこもやったことがないことですね。ということで、はやぶさ2の方はですね、このクレーターを作る、これなんでクレーターを作るかというと、表面だけじゃなくて、ちょっと凝ったところもですね、物質が取りたいわけですね。表面というのは太陽の光が当たっていて、それから太陽から来る放射線が当たってますから、物質がですね、変質してしまうわけですね。その変質していない地下の物質を取りたいということで、こういったですね、穴を掘るということを考えているわけですね。これ実はこのやり方はちょっと荒っぽいですね。もっといろんなやり方を考えました。で比較したんですが、やはりいろんな条件があって、はやぶさ2というのはですね、割と小さい探査機でして、ここにはやぶさとはやぶさ2の比較があるんですが、はやぶさが 510kg、 はやぶさ2はですね、一応ちょっとだけ増えて 600kg なんですけれど、やはり小さいんですね。惑星探査機としては非常に小さい。なのであまり大きなものを持っていけないし、それから一つはですね、モグラロボットみたいなのを持っていって、穴を掘ってですね、内部のものを取ろうと思ったんですが、それもなかなか難しいというので、今回は先ほどの衝突装置という、上空で爆発するものを積んでいってですね、穴を掘るというわけです。あと見た目がちょっと違いますね。これはこっちがはやぶさだったんですが、特にこのアンテナが違います。はやぶさの方はお椀型のアンテナが1つついてます。でこちらはですね、平面の丸いアンテナが2つあります。これはなんで2つあるかというと、使う電波が違うんですね。はやぶさの方は X バンドという、電波を使ってですね、通信をしてたんですが、はやぶさ2の方はですね、この X バンドに加えて KA バンドという、 KA 帯というですね、別の周波数の電波も使って、より高速の通信をですね、試みたいということで、これわざとですね、2つのアンテナを積んでいこうということを今考えています。その他ですね、これ違いを書いてるだけなんですが、これマスコットって書いてありますが、これがドイツが提供する、小型のですね、着陸機ということになります。それから、イオンエンジン、これ見た目は同じなんですけれど、実はかなり改良しています。でさらにこの内部ですね、この図では見えないんですが、中身もですね、はやぶさと似たようなことをやるんですが、随分変えてるんですね。早見さん的にはですね、姿勢制御の装置、リアクションホイールというんですが、これが3台搭載してあってですね、そのうちの2台が壊れちゃったんですね。ですから今回はそれを4台搭載するとかですね、かなり工夫をしてより安全に確実にですね、ミッションができるようにしているわけですね。見た目はこのアンテナが2つというのが特徴的ですね。それから後ろ側もですね、割と似てるんですが、先ほどのこの衝突装置というのが新しいのと、あとターゲットマーカー、先ほどの小さなボールなんですが、はやぶさでは3つついてたんですけれど、はやぶさ2ではそれを2つ増やしてですね、数を5つつけるとか、いろいろとですね、工夫はしているということになります。あと、観測の装置ですね、これたくさんあります。今日はあまり時間がないので省略しますが、はやぶさとはやぶさ2の比較があってですね、ここに装置がずらっと書いてありますが、基本的にははやぶさに積んだものと似てるんですが、若干変えてるんですね。幾小惑星がですね、こちらの小惑星、1999JU3 というまだ名前がない小惑星で、ここはですね、行くと有機物がある可能性が高いというわけで、その有機物がちゃんと観測できるようなですね、装置を積んでいるということになります。ここに C と書いてありますね、タイプ C と書いてありますが、タイプ C 型。この C 型というのが重要で、C 型の小惑星に行くとですね、その表面の物質の中にですね、有機物がたくさんあるだろう。その有機物が太陽系が生まれる前に宇宙空間にあったもので、その有機物からですね、我々生命が生まれたというわけで、生命の原材料を探すということですね。この小惑星、形はですね、これ地上の望遠鏡の観測なんですが、どちらかというと丸い形をしています。糸川みたいなことは恐らくないだろうと言われています。直径がですね、大体900mぐらいですね。糸川よりちょっと大きいぐらいで、軌道もですね、糸川と似てます。これは真ん中が太陽で、水、金、地、これが火星ですね。で、こちらが糸川の軌道なんですが、糸川って地球と火星ぐらいのところを回ってるんですね。で、この 1999JU3 という小惑星も、似てますね。地球と火星の間ぐらいを回っている。こういった小惑星で、実は地球に接近する小惑星、NEO なんですね。すぐには地球にぶつからないんですが、糸川もこの JU3 もですね、両方とも地球に接近する小惑星なので、こういったものを調べておくと、スペースガード的にもですね、役に立つということになります。はい、あと自転周期ですね、7.6 時間でぐるっと回ってます。糸川が12時間で回っていくので、ちょっと早いんですが、このくらいだとタッチダウンですね、着陸は可能であるということですね。で、こういった小惑星です。特にやっぱり大きさは小さいですね。糸川は 500m よりは大きいんですが、小さくて、いつも大きさの比較はですね、この東京タワーと比較すると、糸川の方はこのようにですね、東京タワーより大きいけれど、いよいよ開業ですね、東京スカイツリーよりは小さいというわけで、本当に小さい小惑星だったと。じゃあ JU3 どのくらいかというと、こんな感じになります。こんな感じで、JU3 の方は、1999JU3 の方は東京スカイツリーよりもちょっと大きいというぐらいですね。糸川よりもちょっと大きいんですが、これ形が丸いので体積はかなり大きいですね。で、体積が大きいと引力も強くなって、そうするとですね、このそばに探査機が飛ぶわけですね。はやぶさ2が飛ぶんですが、その時に燃料をたくさん使っちゃうんですね。そういった検討もしてます。着陸したり離陸したりするときにですね、引力が強いと燃料をたくさん使っちゃうので、そこら辺うまくですね、調整していかないといけないということになるわけですね。はい、こんなことがですね、今進んでまして、今のところですね、2014年に向けてですね、打ち上げに向けて作業が進んでいて、ちょうど今はですね、設計が終わりました。で、いよいよ製作に入るという段階ですね。ここに一覧表があってですね、はやぶさ、日本が初めて小惑星サンプルリターンをやったと。今、はやぶさ2が動き出したと。これを見てですね、実はアメリカですね、NASA が、オシリス X という名前のですね、探査機、これもサンプルリターンなんですが、今スタートしています。彼らはだいたい2016年打ち上げを目指しているということですね。で、さらにヨーロッパですね、ESA です。ヨーロッパも、これまだ構想段階なんですが、マルコ・ポーロ R という、名前のですね、ミッションを今考えていて、このはやぶさを見てですね、アメリカ、ヨーロッパもですね、これ非常に面白いと。こういう小さな天体から物質を取って帰ってくると、我々が住んでいる地球の起源とか、我々自身のですね、起源が分かる。非常に面白いということで、もうこういう大きな機関がですね、次から次へとこういうミッションを今やりたいと言ってるわけですね。その一番最初気づいたのがですね、このはやぶさということになります。で、日本もですね、できればはやぶさマーク2と書いてありますが、はやぶさ2の次のですねミッションを、そろそろ真剣にですね検討していきたいなと思っております。はい、最後のまとめなんですが、こうやってですねこの小惑星非常に小さな天体です、なんですがいろいろですね科学、スペースガード、資源、有人ミッション、それ技術とか文化、いろんな意味でですね、重要なもので、こういったことを通してですね、できれば今の若い世代にですねさらに科学というものに興味を持ってもらって、日本のですね科学や技術のレベルをですね上げていってもらえればなと思います。日食とは当然関係ないんですが、同じ太陽系の中のですねこういう非常に変わった天体たくさんありますので、こういった天体にですねどんどん行ってですね我々の知識を増やしていければなと思っています。はい、どうもご清聴ありがとうございました。吉川先生、どうもありがとうございました。はやぶさ2の話、月並みかもしれませんけど、ちょっと宇宙のロマンを感じるというかワクワクする話でしたね。また多くの人たちに感動を与えてくれるのではないでしょうか。吉川先生、本当にありがとうございました。